The birds fly south as the light leaves your eyes. Hold on to your dream. Oh, I know you wanna scream. Since the day you're born, you're just a flower. 鹿に遭遇。どこどこどこ。降りてみる。あれ、なんか待って、チビいる。あ、チビいる。バンビだ。かわいい。アルテンで鹿多いよね。この前コメントでケイトさん鹿のバンビに似てますねって来てたの。喜んでいいやつだよね。うん、かわいい。西川旧市以外は喜んでいいんだよ。まあそうだね、そう思う。師匠以外は、うん、オアシスに来ました。私たちのオアシス。何回入れるかな。ちょっともうアルテンにハマってます。1ヶ月前ぐらいに来て、あの日からハマりました。今日天気悪いのと、ちょっともう気温が低くなってきたからなのか、3組ぐらいしかいない、うん、すごいね。ガラガラが立ってますか。いや、静かでいいわ。リラックスできるね、うんうん、あ、半年ぶりぐらいのゼクちゃんじゃない。うん、存分に可愛がってあげましょう、うん、これ買った。選べなくて2色買いした。可愛い。ゼクちゃん、ゼクちゃん痩せ細った。なわけ。ねえ、懐かしい。元気だったかい。忘れてないよ。ゼクちゃん、シワシワになったらどうする。それはあると。測ってみる。久々に。用意スタート。あれ、どうだっけどうだっけ。難しいんだよね、結構ね、ゼクちゃん。何分だったか見て、中の設営まで終わりやした。え、16分かな。早っ。早いじゃん。ブランク感じさせないじゃん。ブランク感じさせない。うん、すごっ。ただですね、今日雨予報でも何でもないのに、なぜか設営中に雨が降ってきまして、今なんかもうまだ3時ぐらいなのにめっちゃ外暗いんです。暗っ。なんか普通にもう電気つけなきゃいけないレベルで暗いんだけど。なんかこの時期って雨多いよね。9月多いよね、冬中って。そんな時期に麓っぱらに行こうとしてるわけですよ。あっちはどうなんだろう、掘りもせず。今日はなんと初めてのむき出しスタイル、夏バージョン。夏はやっぱり虫がいるから、やったことなかった。うん、避けてきてたんだよね、うんうん、明日昼から予定があって早く帰んなきゃいけないから、うん、そのインナーテントのペグ打って、うん、そこに大きいマットレス膨らましてっていうのがちょっと大変だから、片付けが、うんうん、そんなこともありホットで寝てみようってなったんだよね。しかもなんかかっこよくなんない。うん、テントの中がかっこよくなるから広いし、うん、試してみたかった。でもね、ちょっとだけいるんだよね、やっぱちっちゃい蜘蛛とか。蜘蛛いるよね、ちょっとだけいる、うん、前回アルタに来た時さ、もうすごかったじゃん、うん、虫が。今日も夜になったら出てくるんじゃないかな。ちょっと怖い、それが。果たして私とケンは朝まで熟睡できるのか、この虫入り放題の状況で。絶対虫の夢見るよね。いや、見ると思う。じゃあ、乾杯しちゃいます。うん、ね、ノンアルでね。意外と気温はあったかい。気温はあったかい、うん、湿度が高い。 いThank you.
ずっと降ってますな。焚き火やろうと思ったのに無理か。あー今日もめっちゃいい匂いしてくんな。肉だな。こちらもやろうぜ。やろう。やばやば最悪。え、メリカやばいぞこれ。避難します。かわいそうにケン楽しそうな顔して。ケンサウナあるから元気出せ。めっちゃ降ってるね。ザーザーじゃん。やばいじゃん。むしろゼクちゃんでよかったね。干せないじゃん、ルミカ。ああ、そうだね。しかもゼクちゃんちょっと汚れてたし。怒ってますね。なんでいつも雨なの？すごいよ、今12ミリだって。めったに見ないよ、12ミリなんて。久々に巻き割ったのに。数ヶ月ぶりに張り切って巻き割ったよ。焚き火が気持ちいい季節になったかなと思ったら雨かい。怒ってんの？ケン、怖くないね。食うか。食べて忘れよう。でもなんか虫とか消えそうじゃないこれで。そうそうそう。じゃあもうオープンにしといていいの？とりあえずバサそう。うん、我が家ふるさと納税もうやったんだ。うん、今年も九州のバサそう。熊本？これ確かそうだと思う。うわで、このシートめっちゃいいわ。全然切れない、ちゃんとほら、うん、しかもそのシート知ったのはバサそうの時じゃん。そう、まな板シート。これはどこで買ったんだっけ？ニトリだ。ニトリ先生です。ふもとっぱらに向けて、はい、なんか結構ああいう毎日キャンプだから、なるべくこうなんか断術っていうか、はい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 、極めようと思って。多分疲れてくるから途中から。斉藤風さんがやってることをパクっただけ。さあもう自分が思いついたかのように。あ、贅沢。分厚め。ちょっと分厚くなっちゃった。うまさ。でこういう肉系切るときもいいね。いいね。うわ、飲もうぜ、ケン。飲もうぜ。最近これが好きなの、みじん切り生生姜。へえー、そうなの。結構粒が大きくて、刻んだっぽい感じ。生姜とニンニクのミックス。ちょっとこの後お風呂に行きますので、堅実にノンアルビール。いい、お疲れ。お疲れ。お疲れ。けん、うめえ。キンキン。うま、冷った。うま。ケン頑張ったでしょ。かわいそうにケン、せっかくの焚き火。声入ってんだろうかな、こちらの声、あまりの大雨で、うん、いただきます。うまい。どっちでいった？ニンニク？僕も。どっちも？めちゃくちゃ美味しい。めっちゃクオリティ高くない？あ、めっちゃ好きなやつだ。全く臭くない。熊本でお店で買った生のやつと全然変わんないよね。特上赤身じゃない？うん、うまいうまい。あれ最近馬刺し食べたっけ？あんまり食べてないと思う。やっぱあんまり北海道にないじゃん。うんうん。
居酒屋とか行ってもないもんね。うん、うーん、うわークラシック飲みて。でもこれ頑張ったらまた違う幸せが手に入るから頑張る。静岡の方もさ、馬刺し有名じゃん。ああ、なんか山崎精肉店だっけ。めっちゃ楽しみ、うん、この前さ、あの動画上げたしょ、チューブキャンプ旅の計画動画、うん、それにコメントで山崎精肉店って言ってて、絶対行きましょう。俺は動画の中で長谷川って言ったんだよね。その動画のコメントは山崎精肉店が多かった、うん、もうあと1週間ぐらいだからやばい、パンフレット完成させないとしおり。あ、そうそうそう、しおりしおり、あれ結構ね重要だからね、旅のしおり。今度さ、これ細長くスライスしてさ、馬肉ユッケ。いいね、うん、いいね、めっちゃいいよね、うん、あ、今日やればよかったね。あれ今気づいたけど、これ橋本のやつなんだ。え、橋本さんのやつだ、あそこのね。買ったんだっけ。買ったんだ。買ったんだ、うんうんうん、うん、懐かしいね橋本さん全部名前なんだ、長谷川さんが山崎さん、うん、これを焼きます。結構入ってる、めちゃくちゃ美味しいらしいんだよね、うん、味噌ホルモン、なんだっけ、あ、味噌ホルモンっていう商品名なんだいただき物なんだけど、うん、めっちゃ美味しいんで食べてくださいって言ってもらって、なんていう名前のなんですかって聞いたら、味噌ホルモンです味噌ホルモンっていう名前らしい。もうそれ以外の何物でもない。日高の味噌ホルモン、こちら。これ買おうと思ったら買えるのかな、たどり着けるのかな。ね、調べたら出てくるのかな。うわ、美味しそう。うまそう。凍ってる。そうなんだ。いいんじゃん、うん、ゴロンとしてる ね。うわ、ご飯に乗せたい。うわ、乗せたい。食べよう食べよう。うわ、ビール飲みてー。ピン食べなさい、今度は。早く早く。いただきます。じゃあお酒に。でかくないですかこれ。めっちゃでか。めっちゃでけ。うん、味濃い、うまい。食感は噛めば噛むほど系だ。うん、うん、うまっ。あ、ブリンブリン、本格焼肉屋のホルモンって感じ。ご飯食べたい。今日は締めラーメンだからご飯はお預け。これにうどん入れたい。入れたい。うん、まあ、雨もなんだかんだいいんだよ。気分上がってきたの。こっちだし、さっき。このバージョンね。あ、安心安全楽園のあるテニスが次から解明させてもらいました
今日は模型グラフス忘れて、うん、100均のコップ、これはこれでね、冷たいから、うん、はあ、ちょっとこれ家にこう持ってきちゃうの、うん、いやちょっと寒くなるかなと思って、でも今ポカポカよ、今日どうしたんだピエロみたいな話して、うん、俺もどうしたんだろうと思って、痛い、ちょっと痛い、うわ前兆やなこれ、やばい、ふもとっぱら面長状態じゃない、きっとここにでっかい面長ニキビつけたままふもとっぱらで、面長って何、ここにできるさ、なんかニキビのことなんか面長ちょっと、うん、クマゲラみたいな感じになるかも、なんか触んないで今のうちに早めの薬塗っといた方がいいんじゃん、あービフナイトとか、ビフナイト、ビフナイト買うかショックじゃない、結構ここにでっかいのできたら、うん、だって関東キャンプの写真全部クマゲラになるってことだもんね、てかさっきさ我慢しててよかったね、マジでやばい、よかった我慢してて、今からキムチ鍋だからね、え普通にお腹すいたね、えナイスチョイスすぎない、天才じゃない、今日は名古屋名物赤から、これ本当に名古屋の人これ食べてんのかな、食べてんだっけ、前も聞いたっけ、あどうだったっけ、前も聞いたね、聞いたね、コメントくれた人いたよね、うん、食べてるっていうコメント来てなかった、来てたような、うん、ちょっと 1年前だったから曖昧だけど、うん、ついにこの季節が来ちゃいましたね、本州のね方々はまだかとは思いますけど、北海道はお先に、鍋です、鍋です、こんぐらい、うん、ふにため息、さっきからため息ばっかり、何年前から続いてるんだろうね、この施設、あるてん、うん、素晴らしい、素晴らしい、でも誰がキャンプ場の横にお店を作ろうと思ったよくできています、いつからなんだろう、でもうちらがさ、なんか高校生ぐらいの時にはあったよね、絶対そんなところじゃない、いや、え、知ってたっけ、向こう前にあるって、あれ高校生か大学生ぐらいの時にさ、なんか来たよね、来た、うん、なんかあってない、そう、イベント、うん、来た、来たアルペンって有名だったんです、どうしてどうして、いや、うわ、あーやばい、思い出してきた冬キャンプ、マジでテンション上がる薄切り肉でさ、ディリティーンディリティーンやりたかったやりたいやりたい、しゃぶしゃぶ最近やってないね、しゃぶしゃぶやってないよ、だって冬以来やってない、うん、やりたい、蜜だれ、蜜だれだ、蜜だれの時期がやってきた、うん並び方うまいね、素晴らしいよ、え貸してよ、鍋ってさ、入れたいものがありすぎるよな、そう、なんなら貝とかも入れたいじゃん、入れたい、ねえ、ちょっと待って、つみれ入れるから先に、あ、そうだそうだ、つみれね、手作りつみれ柚子風味、これがうまいんだよね、ケンつみれ大好きだよ、あのつみれって言ってさ、たまにすり身の時あるじゃん、うん、あれすごいテンション下がるえ違うのよ全然、違うよね、全然ね、もうダントツつみれすり身ってさ、うん、あれあれ多分タラとかなんかそういう魚の、うん、細かくしたやつだよね、練ったやつだよね、あ、ケンが切ってくれたからサイズがいいわ、いいねいいね、あれあれ、あ、いいんだいいんだ、うん、ほら私が切ったら大きくなるから、これの倍ぐらいはあるよ、ケイトが切ったら、え、すごい、めっちゃいいじゃん、すごい、パッケージにありそうな見た目、素晴らしい、ちょっとこの量、2人で食べますこの量です、この量で
399円。ちょっと見して。安っ。毎回これぐらいの価格だよね。国産だよこれ、北海道産。ほんとさ、俺らの行くスーパー肉ありえないよ、ね、ありえない。安すぎだよね。鶏も安いんだよね。うん、ポロト豚よ、ポロト豚。マジでほんと全部国産で揃えれるから、格安で。あ、いいねいいねいいね。うわ、いいじゃん。だってめちゃくちゃ美味しそう。どうしようどうしよう。やばい、死ぬほどお腹空いてきた。またフニオだ。やめて、隠し撮りする。だいぶ美味しそうだね、ビール。もうないんだけど。いや、足りる？あと2本しかないよ、ケン。その他なんか持ってきたっけ？あんたのトマトジュースしかない。まあ、最悪自販機あるからね、安心、安全、楽園のある店には。ここも安心なんですよね。肉の自販機もあるし。最近家で禁酒してるので、より一層ビールが美味しい。確かにそういうことか。禁酒のおかげ？めちゃくちゃ禁酒してるよね。やばいよね。人が変わったかのように禁酒してるよね。居酒屋OKイベントがあって、その前の1週間2週間ぐらい禁酒したんだよね、うん、でそっからずっとイベント以外は続いてるよね、うん、割と。うわー、チゲ鍋最高。チゲ鍋最高。チゲ鍋最高。てかマジで冬キャンプの鍋最高だな。めっちゃ室温上がるしさ。うん、ありがとうケイト。ありがとうケン。なんで？いただきます。いただきます。うまそう。めちゃくちゃ美味しい。しみてる。うまい。これはうまい。マジで幸せなんだけど。しかもさ、体にいいじゃん絶対鍋って。それもまたいいよね。やばいよね、健康志向に拍車かかってんの。ケンは、ケンの最近の健康志向がやばいよね。最近朝トマトジュースと納豆と胸肉と生卵しか食べてない。あと野菜で、毎食ちゃんとアプリに食べたものつけてんだよね。なんでかというと、太ったんだよね。結構太っちゃって。お気づきでしたでしょうか皆さん、ケンさんが大幅に増量いたしました。長い時間かけてだよね。うん、じわじわ、1年ぐらいか10キロ近く太った。やばい。そんなに太ってるのは見えないけどね、正直。結構いろんな人に言われるんだけど、めちゃくちゃ危機感じてんだよ。なんか死にたくない。ケンさん久々に体重計、今年初めて体重計乗ったら、その増えてるってことに気づいて、うん、その体重計乗ったのがさ、どこだっか温泉かなんか銭湯かなんかの体重計で、なんかあまりにショック受けすぎて、嘘だみたいになってて、で私もいや壊れてたんじゃないとかなんか言ってたんだよね。家のちゃんとしたやつで測ってごらんって言って、家帰って速攻測ったら同じだったんだよね。全く同じ数値だった。でその次の日からめっちゃ食事気をつけ始めて、運動も始めて、まあ運動はしてたんだけど、ある程度はもっとちゃんと始めて、でめっちゃ頑張った次の日に体重測ったら増えてて、なんか増えてるっていう、なんかめちゃくちゃなんかダイエット女子の典型みたいな下りを一人で、昨日食べてないのに増えてるみたいなのやってた。だってさ、ジム行って1回で8キロぐらい走ってんだよね、割と早いペースで、うん、30分から40分ぐらいで8キロぐらい走ってて、それでも体重が増えてたから悲しくなった。めっちゃ。でも激しい運動とか筋トレすると水分量増えるから体重増えんだよ、次の日は。あ、なんで水分量増えんの？なんか筋肉がこう修復しようとして、なんか水分が必要だから溜め込む、炎症を起こすのかなみたいな感じ で筋トレ、激しい筋トレの後は体重増える。へぇ
さすが。でその最近2人でジム行ってんだけど、うん、そのジムでめちゃくちゃ視聴者の方に会うんだよね。めっちゃ恥ずかしかったよね。髪とかめっちゃさ、ボッサボサでさ、パヤパヤだな。パイヤパヤで、顔、汗で、多分サウナ入った後ぐらいの感じだったんだけど。でも、サウナ入る前にも声かけてもらったんでしょ。なんか、うーとかやってる時に。それ見られてたんでしょ。いや、うーって時。こうやってやったらいたの、前に。横で、こうなんかそーっと来て、もしかしてみたいな。めっちゃ面白い。そうです。あの人かっこよかったよね。めっちゃかっこよかった。いやなんか嬉しかった。同じキャンプ好きとしてジムで体もケアしてる人がいるんだなって思ったら、なんか勇気づけられたというか。しかもめっちゃいい体だったよね。めっちゃいい体だった。そう、しかもあれ金曜日の夜でさ、うん、そう、なんか仕事、うん、土日休みの会社員はおそらくみんな飲みたいであろう日に集まった、あの金曜夜のジムの人たちのさ、なんかあの団結力っていうかさ、楽しいよね。楽しいね。男性だね。男性。女性は、うん、女性はまだ会ったことないかも、うん、ことないね。それか私がまたお風呂で白目向いてるから気まずくて言えないのか、どっちか。ちなみにそこにめちゃくちゃいい感じのサウナが併設されてて、そこも行き放題なんだよ。そこで白目向いてるっていう。まあでも正確に言うとあんまり白目は向いてないんだよね。整い椅子ないから。あ、女性の方はないっすよ。いや最高だね。明日も行こう。山夫婦健康にハマっております。だからこのキャンプのお酒が楽しいんだよね。そう、ほんとそれ言ってたね。どんどん行きましょう。これさ、あと3週ぐらいしないとさ、うん、巨大、あ、俺入れるよ、巨大なさ、うん、巨大なお肉がさ、あ、全然消費できないから、巨大肉と巨大つみれ、うん、確かに。ラビオラン、こちらは西山さんです。もう西山さんばっかりよ、うちは。黄色縮れ麺は大体西山さんなんじゃないの。こちらはですね、サンプル、うん、2いけるか。いけるか。入れちゃっていい。いいよ、そのまま入れても大丈夫なやつです。なんでフニミー世帯の酒は。食べますか。飲む？うん。ちょうどいいな、ビールの量。うん、足りたね。足りた。いや、ぐっすりですね、今日はきっと。もうやばい。眠い？もうお風呂上がりからずっと眠い。すごいね、激しいね今日。ありがとう、ありがとう、ケイト、ありがとう。いただきます。めっちゃ濃そう。うん、うん、硬い。硬いし、しょっぱい。辛っ。下に溜まってた、多分辛みが。でもうまい。おぉ、カレー。うん、うん、うん、うますぎ。待って、水、え、水うますぎ。なんで水の CM やんなさい。そんな水に感動するんだったら、うん、水キンキンに冷えててうまい。うまい、うまい。今日は別居でしょっけ。今日別居。いや、コットは別々だけどマットは一緒だから。横に並べんの、コット。どうやって使うの、ダブルのマット。引かないのかと思ってた。あ、あのまま痛いか。このまま寝てる人とかいるよね。痛そうじゃん。まあ別にいいよ、勉強でいくか。
あんたでしょ。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 一人で寝れない。これの上にインフレーターみたいなの乗せないと痛いのかな。いや痛くはないかもしれないけど、なんか寝心地は、うん、使おうよ。でもさ、なんかコットのさ横こういうなってんじゃん。だからなんかマットもこういうふうになってる、うん、よりマットがハーフパイプ状態で。さっき健康の話してた人は思えないね。確かに結局俺巻き割りしたのに。かわいそうにケン。やるか今からちょっとだけ。時間やばいか。やるか。雨来てる。嘘でしょ。雨来た。ほんとほんと。え？俺の足にめっちゃ来る。ポツポツ。嘘でしょ。ほんとほんと。ゼロパーだったよ。なんで？もうこれは早く寝ろって言われてるのかもしれない。ほら。めっちゃ降ってるじゃん。めっちゃ降ってるじゃん。はい、焚き火終了。ポットを横につけて、ダブルのマットレスがちゃんと引けるのかどうか。いいじゃんいいじゃん。ここ全く気にならないね。すげえ。どう？真ん中感じる？感じない。すげえ。めっちゃいい。虫もいない。ランタンに一切寄ってきてないね。うん、もうこの時期いないんだ。すご。これはいけるぞ。ケン。虫の夢見なくて済むかもね。うん、多分。結構ね、この時期でも結露はすごい。ストーブとか使ってないのにね。ねえ。結構沈みますな。あ、いいじゃん。めっちゃいいじゃん。最高。どうする？朝起きたらさ、顔、蚊にめっちゃ刺されてたらどうする？いや、時期に夢見るから。一応ストーブを持ってきたんだけど、今日は大丈夫そうだね。うん、やっぱ道北が寒いんだね、きっと。確かに、締まりない子、めっちゃ寒かったもんな。うん、よしよし。ああ、快適快適。じゃあ寝ますか。足もあっちにいる。あっちでお礼しなさい。本日もご視聴ありがとうございました。それでは、また。初めてのお座敷スタイル。お座敷？間違った。むき出しスタイル冬以外の果たして熟睡できるのでしょうか。楽しみ。コオロギが顔にやめてって。あんただよ、それ一番騒ぐの。
3ヶ月ぶりとか、ゼクちゃん。そんぐらいだな。そうだね。快適だった。いいわ、ゼクちゃん、やっぱり。よかった、よかった。かっこいいよ。